よし。ここでは心もとないな。そのうち見つかる。え、もしかして玉尾さん UFO で何かされたのでは。誰？ほっぺに針でも刺さったような小さなポッチ。あのトイレでついた傷なんだろうけど、記憶がない。まさか宇宙人に捕まって記憶を消された。何かインプラントされてたり。インプラントは考えすぎか。UFO が現れると目撃者に警告したり、活動を行うと噂される謎のエージェント、それが MIB ことメインインブラック。彼の名は BJ。 悪い宇宙人から地球を守るために文明の進んだ星からやってきた宇宙人だ。とりあえず三浦君は十郎君の家にかくまってもらった。彼を巻き込んでしまった。責任は取らないと。あ、いや、変な意味じゃなくて。仲良しのユキちゃんが MIB の人間だったなんて。 BJ のことはユキちゃんにも相談できない。入部希望者？いえ、その、ああ、そうか、その子入部届出してずっと来てない。相葉さんでしょ？相葉エリカさん。相葉さん、確か D 組だよね。南さん C 組で隣のクラスだ。え、あ、そうです。病気治ったの？いや、この子は治ってないのでまだ来れない。え、そう、残念だけど無理しないで。玉尾さんに似てるだけ。隣のクラスにこんな子いたっけ。相葉エリカ D 組隣のクラス。ん？ずいぶん変わった子だね。ですよね。そうだ、先生に報告しとこう。BJ、あの子に正体バレちゃったの？あの子、今いたじゃない、相葉さん。ここには誰もいない。ああ。今なら黒服いなかったし、抜け出せば見つからないかも。ゲートへ行こう。部活もうすぐ終わるからね。夏のゲート、夏の行こう。ダメよ、顔を出しちゃ。もしも BJ。
夏の帰るの？見つかったか。先輩には内緒で、この星の危機なの。一刻の猶予もなくて。はいはい。どうしたの？一刻を争うんじゃなかったっけ？あのさ、いいから早く行きなよ。大事な用事なんでしょ？ありがとう。地球の未来は私に任せて。はいはい。責任重大だわ。着いたよ。今度はどこを探すの？セクター1って。そっか、残念。セクター2が怪しいよ。セクター2、最初の場所だ。逃げ出して何も探せなかったもんね。もう一度ちゃんと探してみよう。アクセスコード承認。セクター指定。いないみたいね。でも油断は禁物よ。さあどうやって探そう。ここ絶対に。え？ BG だけで探すの？そんな、ここまで来て置いてけぼり？せっかくのタイムトラベル、待つだけなんて。すぐ戻ればいいよね。ちょっとだけ探索しよう。なんだなんだ、こっちの方で何か光った。
騎兵なんじゃない？私が先に見つけてやった。置いてったりするからよ。BG！ そんな、バラバラだわ。なんで BG、 返事をして。何があったの？あ、そうよ、脳みそ。頭脳さえ無事ならきっとまだ助かるはず。どこ？これかな。この電球みたいなのがそれっぽいと思うんだけど、部品の上に文字がある。四季島、四季島ロボテクス。四季島って日本の会社の？バカね、私。 BJ は宇宙人なんかじゃなくて日本製のロボットなんだ。宇宙人なんかじゃなくて。あなたも四季島ロボテクス製、日本製のロボットなんでしょ？宇宙人なんかじゃない。そうなんでしょ？17番騎兵というのはトライポッドと戦うために作られた BJ が乗っていたロボット。そうよ、これだってきっと四季島の。まさかトライポッドも。四季島重工地理科学400クレーン、海峡と162。嘘。火星開拓用ロボット重機。なんでよ、火星用のロボットが地球を襲うの？地球から襲ってない。ここは地球ではない。地球じゃない。推測だ。確証はなく、今は可能性だが。バカにしないで。推測と根拠は記録だ。それで計画惑星117のうち最有力は12光年先の惑星系です。成功するとは思えんね。お前は確か教授の娘だったな。設計の手伝いをしています。移住船のか。随分小型だが。宇宙の過酷な環境下では長期間の生命維持は不可能ですから、箱舟に乗るのは DNA 情報だけです。計画の最終段階で人間を再生します。宇宙人の出来上がりというわけだ。どれぐらいの人数を見積もっている？600万人を計画しています。計画の認可が降りると思っているのか？母の説明を聞いていただければ。話にならん。自己満足だけの実利のない事業だ。親父が死んだからには好きにはさせない。
この研究は整理する。資金も停止だ。そんな、待ってください、尾形さん。1188年って未来じゃない。記録より我々が未来だ。夏のわからないか。君が作られた宇宙人だとしたら。え？Mm-hmm.